はい、こんばんは。スタディールーム斉藤です。今日は顕微鏡の2回目です。顕微鏡、今から観察をしていきます。で、見たいものをこういうガラスに乗せて、見るんですけれども、まずこのガラスのことをスライドガラスと言います。で、その上に、水を乗せ、見たいものを乗せます。そして上からガラスで、もっと小さい薄いガラスで蓋をします。まあカバーするのでカバーガラスと言います。で、これを合わして、はい、今日の厳選1プレパラート。ちょっと難しいですけど、あんまり聞き慣れない言葉ですけど、もうこのセット、全体セットでプレパラートと言います。このプレパラートの作り方なんですけれども、さっき言ったようにこのガラスの上に見たいものを乗せる、そして薄いカバーガラスで蓋をするんですけれども、その時の注意がもう一点。はい、これが厳選の2つ目です。気泡が入らないように、気泡、空気の泡ですね、気泡が入らないようにしましょう。で、空気の泡が入ったら、もう空気の泡ばっかりが顕微鏡で見えて、実際に見たいものが見にくく、非常に見にくくなります。ですから気泡が入らないようにゆっくりと、蓋をしてやります。いいですか。ここまでで厳選2つです。はい、次、これで準備ができました。じゃあ今作ったプレパラートを、はい、このステージの上にセットします。さあ、じゃあ顕微鏡を置きましょう。で、どこに置くか、まず水平な、机とか水平な台に置きます。さあ、ここで今日の厳選3つ目です。水平なだけじゃなくて、直射日光ですか、直射日光の当たらない明るい場所です。もちろん明るくないと見たいものを見れないんですけれども、明るすぎる、その直接日光の当たるとこは絶対に置いてはいけません。なぜか、この顕微鏡もそうなんですけれども、望遠鏡、ルーペ、虫眼鏡、全部そうですよね、直接それで太陽を見たら目が焼けてしまいます。ほんと下手したら失明って言って、目が見えなくなる可能性もありますので、これだけはもう絶対に守ってください。直射日光の当たらない明るい場所に置きます。さあ、最後、今度、顕微鏡の倍率なんですけど、もうこれ厳選にしません。なぜか、簡単ですから。まず上に接眼レンズ、下に対物レンズがあります。で、接眼レンズを交換することができます。で、10倍、15倍とか、あります。で、今度対物レンズは前回やりましたけど、こういうふうにレボルバーを回すことでこの倍率を変えることができます。顕微鏡の倍率というのは接眼レンズの倍率かける対物レンズの倍率になります。これ簡単ですよね。だから接眼レンズが10倍、対物レンズが10倍だと顕微鏡全体の倍率は 10×10 の100倍、接眼レンズ10倍、対物レンズが20倍だと 10×20 で200倍ということになります。はい、こちらは簡単だと思います。さあ、じゃあここで今日の復習です。はい、まず見たいものを載せたこのセットをプレパラートと言います。はい、で、作るときには空気の泡、気泡が入らないようにしてください。それと顕微鏡の置く場所は直射日光の当たらない場所です。ですか。はい、じゃあ今日の授業は以上になります。